国技術教育専修の講義の一部を紹介します。それでは、レッツゴー。本当、本当かっさい。ちょっと待って、あまらん。かっさい。うん、すごい。すごい。おお、なんだ。うわ。うん。なんだ。やっと。やっと。あ、これで繰り返してる。ちょっと待って。それが9回。最初はめっちゃもう何がなんだかわからなかった。分かるようになって最後やり遂げた時にはもう達成感やばかったです。あ、ちょっと待って、あ、泣いた。実際に 3D プリントプリントして、レーザーカッターのいいところは精度が良くて加工時間が短いところです。 3D プリンターでは作れないような三次元形状の立体物が制作できるので教材作りにとても役に立ちます。例えばこのような小物入れやロボットの部品だったりも作れたりします。誘引っていうのは支柱に沿って伸ばすためにするんですけど、でもそれっていうのは学校の先生たちのような存在なんですよね。それじゃあ、所得予定の教員免許状について2、3年生に聞いていこうと思います。いつ聞くの？今でしょ。あ、所得予定ですか。中学校の技術と社会です。僕は中学校社会と中学校技術と特別支援教育ですね。取ろうとしている免許は中学校の一種の技術だけです。私は小学校と中学校技術と中学校家庭科です。取得予定免許は中学校の社会と技術の免許と高校の社会の免許です。取得予定免許は中学校の技術と中学校の社会です。以上です。取得予定の免許は中学校の技術数学と高校の情報です。取得予定の免許状は、中学校の技術と数学と高校の数学と小学校一種です。取得予定の免許状は、中学校の技術一種と、中学校の社会の一種と、地域公民が取れたらいいなと思っています。僕の取る予定の免許は小学校の免許と技術の免許です。